はい、皆さんこんにちは、ママタンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は島村行ってきました。今日行くの行かないのって言ってたんですけども、結局ねちょっと寄ってきてしまいました。なので、今日はちょっと2点ばかりなんですけどもね、商品のご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん今日はですね、皆さんのこちらのね、セーター買ってきました。こんな感じですね。ひなさんの商品ですね。まあ大きいサイズなのでね、まあゆったりめにできてるんですけども、今回はねサイル欲しかったんですけど、どうもねこの LL しか残ってなかったんです。 LL サイズですね。こちらの LL サイズの方しか売ってませんでしたね。でこちらの LL サイズの方なんですけども、お値段が、2189円になりますね。そして色が中薄は大ですね。はい、そんな感じですね。こういうセーターを買ってまいりました。はい、あと着てみますけどもね、これ1点しかなかった。そこの店ね、見て1点しか見てきてないし、ちょっと試着もしてこないんでね、ちょっと不安系はあるんですけど、あと皆さんね、今日はこちらのニット帽みたいなね帽子を買ってきました。ちょっとね頭ちょっと帽子は嫌いじゃないんでね、こちらの帽子の方を買ってきました。こちらはね洗える帽子っていうことですね。クロッシーの製品ですね。はい、で消臭効果防臭効果もありまして、手洗いもできますよ。網に入れてね洗うことができますよということなんですね。はい、こちらね1点グレー、これはちょっと待ってください。ノーハイっていうんですか、ノーハイ間違っちゃった、ちょっと待って。お値段の方が税込みで979円となりましたね。こちらの方買ってただ2点だけ買ってきた、その紹介ですね。はい、それでは着てみたいと思いますね。はい、皆さんじゃじゃん、おーすごい、そうだ。はい、皆さん試着してみましたね。こんな感じになりました。ちょっと見にくいです。こんな感じですね。皆さんもね、こちらのセンターになります。こんな感じですね。自分もこんな感じで、はい、ですいません、最近ねスリット履いてるって言ってなかったんですけど、やっぱりね今なんかこうスリット履いてますね。はい、こういうところでちょっとあれなんですかね。で前もねに本当にいいですよね。はい、あと帽子ですね。ごめんなさい、帽子はねこんな感じで、ただ普通の帽子なんですけど、ニット帽でねやっぱりちょっと、はい、こんな感じになりました。もうねこういう試着をしてみました。本当に2点だけのねものだったんですけど、帽子ね、帽子もねもっと明るいのが欲しかったなと思いますけど、まあ1個と言わず何個か持っててもね全然帽子とか大丈夫だと思いますのでね。あとこちらのニットの方もね、本当に首周りさっき言ってなんか適当だったんですけど、ごめんなさい。結構すっきりしてね、本当にいい感じですね、首周り。はい、でそうですね、着た感じもすごくね動きやすいんですね。だからいいなって思いました。でこんな感じで島村でね、今日の島村と行ってきました。皆さんいつもご視聴本当にありがとうございます。はい、こんな感じのね動画になってしまいましたけど、よろしくお願いします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。どうもいつもありがとうございます。それではまたね、バイバイ、ありがとうございました。